小江戸の愛称で慕われ、今も、ところどころに、古い町並みが残る、埼玉県の、川越市に、川越城は、構えていました。築城したのは、江戸城と同じく、太田道灌と、その親、太田道真です。なお、この川越街道も、江戸城と、川越を結ぶ道として、同じ時期に、整備されました。古い歴史を持つ、川越城でしたが、平城の宿命というか、その例外に漏れず、今は市街地化されて、王子の面影は、ほとんど、残されていません。ただ、富士見櫓の跡や、本丸御殿の一部などが、良い状態で、残されていますので、それらの、川越城の遺構を、見ていきたいと、思います。まずは、復元された、中野門堀です。中野門堀は、大手門から、侵入した敵を、足止めするために、設けられた堀で、川越城の、王子の堀の面影を、唯一残す、場所です。今は、一部しか残されていませんが、元は、三本の堀を、交差させた、区域外小口で、中野門という、矢倉門が、設置されていた、みたいですね。整備されたのは、最近みたいです。川越城は、遺構が少ないので、嬉しいことですね。普通の、交差点に、見えますが、ここにも、小口の面影が、残されています。面影は、ここ、そうです、交差点の、脇にある、三日月城の、路側帯です。城下町には、意外と、残されていることの多い、お城の面影なんですけどね。あまり気づかれないかも、しれません。県立、川越高等学校の脇に、富士見櫓跡は、残されています。天守が作られなかった、川越城では、この富士見櫓が、天守の、代わりを、果たしていました。矢倉台です。王子は、この上に、三層の、富士見矢倉が、建てられていました。周囲は削られてしまいましたが、矢倉台の裏には、本丸土塁の面影が少しだけ残されています。川越城には、本丸御殿の一部が、奇跡的に、保存されています。天守でも、現存しているのは、わずか12箇所。本丸御殿となると、現存しているのは、高知城と、ここ、
川越城の井だそうです。本丸御殿は大広間と家老詰所の2つの施設が残されています。絵図が展示されていますね。赤枠内が現存している施設です。続いて、家老詰所を見てみましょう。詰所とはいえ、想像より狭いですね。時代劇の影響なのか、家老クラスが使用する場所となると、もっと広い部屋をイメージしていたんですけどね。本丸御殿はこれくらいにして、次は本丸の脇の天神クルア跡に残る三好の神社に移動しましょう。皆さんは東安瀬というわらべ歌をご存知ですよね。そう、この歌です。三好の神社は、東安瀬の舞台になった場所と伝えられているんですよね。江戸時代には、幕府の庇護を受けるほどの由緒高い神社だったのですが、場所が本丸の脇の天神クルアということで、参拝しようにも非常に制限を受けました。城内に入って、帯クルアや、人橋などの細道を通り抜けつつ、うまく参拝を済ませても、帰りは密偵ではないかと嫌疑され、詳しく調べられる。確かに、行きはよいよい、帰りは怖い、ですよね。いろいろ都市伝説のネタにされますけど、意味合い的には納得です。最後は、川越城七不思議の一つ、霧吹きの江戸です。七不思議の中で、残されているのは、
ここぐらいなのかな？